源次郎です。では今日はちょっとウォールボーイについて話したいと思います。まずじゃあ動作を お見せしたいと思います。ウォールボーイですね、スクワットが入ってボールをターゲットに投げる動作です。まあ、これクロスフィットやられてる方は結構まあ知ってると思いますけど、まあ、しんどいですね。で今日は何個か、5つのアドバイスを教えたいと思います。まず1つ、このウォールボールは足をしっかり使っていきたいです。なので、結局足の方が腕より全然強いので、しっかりスクワットするときにこう伸ばすとき、膝と腰を伸ばしきったときのタイミングをうまくボールに連動させて、その足のパワーをボールに伝える。なのでうまくいけばしっかり足で蹴ってボールにつながるはずなんですけど、これが例えば2つの動作になっちゃったり、あとは速く押しすぎちゃったり、そのタイミングがずれちゃうとだいぶパワーロスになるので、そこの連動性は意識してほしいですね。なので足をしっかり伸ばした瞬間、手も伸ばしていったらうまくボールが力強くいけます。2つ目、手の位置、手の位置は必ずボールの真下ですね。手のひらでしっかりボールを乗せるイメージで投げます。なので、この前腕は必ずボールに対して垂直に押せるようにしてください。このまま真っ直ぐですね。この位置が下がっちゃったりするとイメージはこの前腕の向いてる方向にボールの力が伝わるって考えでいいと思います。なので手がこう下がっちゃったら前に力いっちゃいますね。なのでしっかりボールの下で、で、まっすぐ押し上げる。例えば腕立て伏せとかプッシュアップの時に床に対して押していきたいので、この前腕は垂直に押しますね。なので手が例えばこういう感じだとだいぶ力が斜めなのでパワーロスになってきます。それが2番目。なのでこの子は手はこの真下に来るように、実際ちょっと顎に触れてる感じですね。顎にちょっと支えてる感じです。イメージはいいですか。で3つ目は、距離ですね。近すぎるのも良くないです。近すぎちゃうと例えばターゲットにうまく当たんなかったり、こうスカッと擦れる感じ、こういうのが出てきますね。スカッと当たんなかったりかすっちゃったりとか出てくるので、近すぎるのも良くないし遠すぎるのも良くないです。なので遠すぎちゃうと当たってもちゃんと返ってこない、はい、そこはちょっと人それぞれちょっと、試してください。なのでちょっとまあ当たって跳ね返って自分に来る距離がいいです。大体はまあ腕伸ばしてもし壁があったら壁に触るぐらいですね。なので、例えばこの壁使った時に腕伸ばして触れたところぐらいが多分ちょうどだいたいいい感じの距離になると思います。よろしいですか。それが3つ目かな、確かに3つ目ですね。で4つ目が、落ちる時のタイミングです。落ちてキャッチするタイミング。なのでキャッチするタイミングも言ってしまえば投げる時の逆で、手に触れたらしゃがんでいきます。なのでこういう感じです。手に触れたらしゃがんでいく。たまに見るのが早くしゃがみすぎちゃって、この落下の距離が大きくなってドーンってボールが来るので、すごいインパクト強い分すごい力も削られていきます。なのでこういう感じですね。早く下がっちゃうとボールの落下が大きくなる分すごいしんどくなります。それだけ力がグッと耐えないといけないのですごいしんどくなっちゃいますね。なので手のひらに触れた瞬間うまくそれに合わせてしゃがむようにしてください。で5つ目、最後の、まあ、コツはちょっとこれはまあ上級者向けですけど、例えばボール投げるとき肩をずっと腕を上げたままだと肩にすごい乳酸溜まりやすいですね。すごいしんどくなってくるので、投げた瞬間腕を下ろせる人はその乳酸を流すイメージでちょっと肩がパンパンになんないことをまあ防いでくれます。なのでまずはじゃあ腕上げたままのパターンはずっとこうですね。
下ろすパターン。ほんの前一瞬投げた瞬間ちょっとリラックスにしてやっていく感じです。まあ、例えばまあ、寝る前、夜寝る前とかこう本読んでるじゃないですか、ベッドの上で。それでだんだん肩しんどくなりますよね。その感じで、これも同じように腕をずっと上げてると結構肩がしんどくなるので、できそうな人は腕を下げてやっていくと、もしかしたら、肩のしんどさが楽になるかもしれないです。いいですか？なのでその5つのポイントが、まあ、意識していただければいいかなと思います。あとはですね、ちょっと質問が何個か、よく聞く質問が、まず1つは、ボールの重さはどうすればいいか。メニュー次第でボールはこれ、基準通り重たいのでやればいいんですかとか、軽くしてちゃんと回数こなした方がいいんですかっていう質問がよく聞くんですけど、ウォールボールはどっちかというと、力をつけるためのムーブメントではないので、なので例えば、まあ、大体その基準は男性20ポンド、まあ、9キロぐらいですね。で女性が14ポンド、なので 6.5 キロぐらいですね。それもなんですけど、もしそれやってそのメニューの、基準、まあ、目的としてる 目的としてる回数にできなかったら、まあ、トレーニング その刺激がまただいぶ変わっちゃうので、そこはもうウェイトを落としてちゃんとその回数をこなす方がいいと思います。でウォールボールでこうスクワットに力をつけるっていうよりは、他のもうバックスクワットとかでスクワットに力をつけてからウォールボールにつなげていくようにしていきたいですね。ウォールボールどっちかっていうと、まあ本当、まあ、筋持久力プラスその有酸素としてのムーブメントを試されているので、そこでこう重たいのを 3,4 回しかできないんだったら、ちゃんと軽くしてその回数を高回数できるようにしていきたいと思います。であともう一つ質問が、こうボール投げていってこうつま先になっちゃったりとか、ジャンプしちゃう、多分こういうことですね。こう普通だったらこうですけど、だんだんこうジャンプしないと届かないっていうのも、これはもうやっぱ力不足ですね。力をもう全力で出さないと、ジャンプするぐらい力を思いっきり出さないとターゲットに当たってないってことなので、これもまあボールの重さを重くこだわらず、その重さはまあ軽くしてしかメニュー次第ですけど、メニューが例えば20回のウォールボールしてくださいってなった時に、ちゃんと20回の回数をこなせるようにできるようなボール設定をしてほしいです。重さ設定ですね。なのでそれもやっぱ結局バックスクワットとかで下半身のパワーをつけていけば、そういうのが起こんなくなってきます。つま先とかにジャンプしなくても届くようになってくるパワーが出てくるので、そこはウォールボールじゃなくて他の下半身トレーニングで力づけてください。よし、今日は以上だと思います。なので他に質問ある方はぜひコメント残してチャンネル登録もお願いします。では、See you!